なんか前髪が言うこと聞かないな。なんで今日こんなタバタバなんだろう。なんかパーティーで、パーティーじゃないわ、なんだっけ、パレード、パレードで踊りすぎたのかな。今日はですね、なんとなんか他県の方とか都内に住んでる方とかもお気づきかもしれませんが、福岡ではどうした、きっちゃん、抜きすみが顔を覆ってる。あった、ナザールあった、よかったね、ナザールあったね。あ、きすみがずっと鼻炎薬を探しててガサゴソしてて、いや、なんか奥ゆいに、メンバーの奥ゆいに連絡したりとか、なんかマネージャーさんに連絡したりしたんだけど、よく探したらカバンの中にあったね、きっちゃんね。めっちゃ嬉しい。あったね、よかったね。禁断症状できてるもんね。鼻炎薬です、ナザールっていうのは。あ、そうそう、あの博多ではね、博多どんたくっていうお祭りが今行われてまして、そのね、博多どんたくアイドル祭りっていうイベントに昼間はこうライブをさせていただいて、なんかね、ベイサイドスクエアだっけ、合ってるっていう、なんか商業施設、ショッピングモールみたいなところでやらせていただいて、なんか真ん中、建物の真ん中に水槽があって、なんかサメとか動いてて、でなんかキスミにあれサメだよって言ったら、え、サメなわけないじゃん、サメがいるわけ、え、サメだよ、ほらほら、これキャビアのサメだよって言って、サメじゃないってことにされた。ベイサイドプレイス、あれ、だってあれちっちゃいもん。私なんて言ってた、ベイブリッジプレイスって言ってた、なんで言ってた。そう、なんかでもそんなところ、そんなね、素敵なところでね、あの福岡タワーとか見えるので、そこの野外ステージみたいなところでステージをさせていただいたんですけど、商業施設だからこう、なんか2位のこととかアイドルそんなに知らない人も来てくださって、ね、しかもね、これ見てこうやってやってってやってるとね、なんかね、一緒にやってくれるのだから、すごいあったかくて、福岡の人たちなんかノリもすごくこうやってよく乗ってくださるし、あったかいなって思って、すごいね、なんか嬉しかったです。で、夜はあの博多どんたくのパレード、このなんか練り歩きみたいなとこで、なんかアイドルさんたち、たくさんのアイドルさんたち、九州のアイドルさんだったり東京のアイドルさんだったりと一緒にこうなんか行列みたいなのを作って、でそれぞれのグループの曲が流れて、で一緒に踊るみたいなのやって、トーミはずっとなんか跳ねてた、ピョコピョコ、だからなんか写真とか動画とか OK の、 あの場所だったんですけど、トーミの写真全然もらえてなくて、あ、もっともっと可愛い顔しておけばよかったと思って、みんな動画で撮ってくれって思ってた。でもなんかそんな中でもこう可愛く切り抜いてくれてる方もいて嬉しかったです。ごめんね、撮りづらい被写体やね。楽しかった。なんか自分は結構そんな陽気のタイプじゃないんですけど、あの全く知らない人だとこうなんかいけるみたいな。私はトーミなんだとか、なんかディズニーのなんか森島はミニーちゃんって言ってたけど、トーミはなんかあの下フロートっていう、このなんか動く車の下で踊ってるダンサーさんだと思ってました。はい、というわけでね、このショールームをやったのも、トーミはお知らせがなんかめちゃくちゃありまして、あのこれをねお知らせしたいなと思って、今日ね福岡来て、福岡1日目にはね、あの映画放課後アングラーライフの上映会を福岡でさせていただいたんですけど、なんか今日、え、上映会あったんだね、行きたかった、終わりのツイートで知ったっていう人に本当に3人ぐらいあったので、あ、そうだったかと思って、なんかいろんな方法で告知してみたつもりだったけど、なんかもっともっとあの知らない人に届けないとって思ったの。だからちょっと告知をこれからずっとさせていただきます。あの結構私不安なんで、あのみんなが見てくれたら嬉しい、教えてくれたら嬉しい、ごめんね。まずはですね、明日は福岡ね、博多どんたく祭り、1日目があれ、場所どこだっけ、場所どこだっけ、きっちゃん、場所どこだっけ、明日待って、俺今出すから、昼なんだっけ、あの、ね、夜がロボスっていうのは分かってる、あ、朝なんだっけ、なんだっけ、ロゴスと、うん、あとは福岡県福岡市中央区舞鶴 1-8-38 ウェーブブービルディング
違う、あ、ザ・ボードラウンジだ。ザ・ボードラウンジが一部、読み方わかんない。 VOODOO ラウンジが一部え、あ、か一部で、が一部か、そう、ザ・ボードザ・ボードラウンジという博多の場所にあるライブの話です。これはライブの告知の話。アイドル祭で、はい、ザ・ボードラウンジであのライブをさせていただきます。昼は、そして夜は、ロゴスだよね、うん、あのドラムロゴス、ドラムロゴスというライブハウスで、ミニティフというライブに出させていただきます。両方とも福岡です、うん、ですで、あ、ブードゥー、あ、待って、ブードゥーっぽい、あれ、私何でした、ボード、あ、ボードラウンジって言ってた、あ、ブードゥーだ、そういうこと。私なんか前にやってたゲームの名前とここ会場同じやなと思って、なんか穴がどんどん大きくなってって、その中に人をね、いっぱいね、落とせるので、落とせば落とすほどその穴がでっかくなってって、うん、それでなんかみんな落とすみたいな人を奈落の底に落とすみたいな、そういうゲーム、ブードゥーっていうゲームやってましたで、はい、そしてですね、その後私たちは都内に帰りまして、その次の日、5月5日金曜日、これ祝日ですね、ゴールデンウィークも、終わりの方です、こちらですね、現在発売中のヤングガンガン、トミー表紙の、発売イベントをさせていただきます。そう、あ、ここで告知になっちゃった、今ヤングガンガンに表紙で出させていただいてます。ぜひチェックしてみてください。なんか今回はね、この5月5日のお昼の発売イベントもそうなんですけど、なんかね、初めて4年くらいこのお仕事をやって、初めて競泳水着を着たんですよ。どう、競泳水着、きっちゃん、え、なんか可愛かった、好き、え、好き、私めっちゃ競泳水着着てたからさ、トミちゃん初っていうのがなんかすごい驚いた。そうね、やっぱ競泳水着ってなんか身長の高いあのお姉様じゃないとあんまり似合わないんじゃないかと思って、私はあのずっとずっと似合わないから着せてもらえないんだなと思って、私はめちゃくちゃフェチなんですけど、あ、着せてもらえないんだと思って諦めてましたら、今回着せてもらいました。あ、嬉しいやん、ぜひぜひ見てみてくださいアンチふわふわしてた、本当ふわふわ、アンチにとっておきのオフショー見せちゃおう、見せちゃおう、ちょっと SNS には載せたら怒られるんじゃないかっていう、ちょっとドキッとしちゃう、後で見せていいやいいや、そんなね、ちょっとドキッとしちゃうオフショーもツイッターとかにね、あの上がったりしていくので、ぜひツイッターとかも見てください。そしてその5月5日の金曜日祝日の、サイン会、表紙発売イベントでは表紙にサインをさせていただいたり、その次の部2部ではチェキ会でチェキを一緒に撮ったりとかします。で、この日のために衣装をポチりまして、さっきツイッターにね画像を上げたんですけど、あの可愛くてちょっとひらひらでちょっとアハンなアハンなエッチでございます、間違えた、衣装でございます以上でございます、はい、なので、え、アンチョ現れた、本当にアンチュー、後でオフショー見に行くね、行くねじゃない、見に行かせるね、うん、違う、見させるね見せるねだやばい、もうなんか頭ポカンになってきてる。で、そしてで、そしてですね、あれ、今どこまで説明したんだっけ、あ、そう、この衣装でのリモートチェキも発売してますので、ぜひこの5月5日東新宿サイン会チェキ会行けないよっていう方は、そのリモートチェキで私のこの衣装の姿を、レア衣装の姿をゲットしてくれたら嬉しいなと思います、思いまーす。はい、そしてそしてその次の日5月6日は、大阪、またね南に戻りまして、大阪で、お昼の11時45分だったかなの回で、大阪のシネマート心斎橋、心斎橋シネマート、シネマート心斎橋、あ、ごめんなさい、あべこべになっちゃった、どっちかどっちか、あの多分検索はできるかなと思うんですけど、そちらの方で舞台挨拶をさせていただきます。なんと今現在、チケットが発売し始めました。
そう、映画のね上映会たくさん行かせていただいてすごい嬉しいんですけど、チケットがだいたい2日前とかの発売なんですよ。2日前3日前とかだから、なかなか告知するのも結構分かりづらくって、だからねちょっとこの機会にぜひ配信見て、大阪近いなとか、あ大阪行けるよみたいな方はぜひ来てくださると嬉しいです。舞台挨拶 と、サイン会がつきます。そして大阪では、劇中でも着用したイメージの、ジャージを着せていただきます。大阪だからちょっとラフな感じでね、舞台挨拶もさせていただけたら嬉しいなと思いますそしてこの日の5月6日の、夜夕方かなは、そのまま京都に行きまして、アップリンク京都さんで、また放課後アングラライフの上映会をさせていただきます、こちらもですね舞台挨拶と、そして、終わった後の、このフライヤーにサインをさせていただきます、こちらはですねこの舞台挨拶用の特別私服を着ます。どちらもですねリモートチェキもあるので、サインとかついたりとか、京都、舞台挨拶みたいな書いてあったりとか、あ違う宛名がつくな、宛名が書いてあったりとかしますのでぜひこちらも気になる方はチェックしていただけたら嬉しいです。そしてですね、そしてですね、あれあとはちょっと遠目の話になるんですけど、なんと遠見個展の開催が決定しました。やったそうなの。ですね、遠見展という名前で、北海道で撮影してきた、写真の個展をさせていただきます。こちら入場は無料になっていますので、ぜひ写真を見ていただくだけでも構いません。ぜひ立ち寄ってくれたら嬉しいですそう、なんかまあそれぞれグッズだったりとか、この写真が変えたりとかもあるんですけど、そうだね、来てくれたらすごく嬉しいです。あとそれに際しまして、私も、フォトブックの発売が決定しました。今フォトブックのイベントが、5月20日に、遠見店の3日間19、20、21の中日ですね、遠見店と同じ場所でフォトブックのイベントもさせていただきます。こちら池尻大橋になります。近い人いますか東京の池尻大橋になります。ぜひ遠見店のついでに、フォトブックのついでに、なんかそういう相互な感じで見てもらえたら嬉しいです。フォトブックね2年ぶりなんですよ。だからなんか成長したかな、やばい、なんか私なんか脳内がおじさんみたいになってきて成長したかなと思いますぜひ見てほしいです今回はね雪、初めての雪ロケで、なんか写真集でね長野で雪ロケしたことあったんだけど、なんか水着とか雪山みたいな、ああいうありがちなこう見る雪ロケみたいなのあんまやったことがなくって、なので今回初めて体を張ってなんか気合を入れて撮影してきました。ぜひ買ってみてくださると嬉しいです。こちらもねなんかイベントはそれぞれ冊数で、特典がついて